三便秘解消法食と健康については今まであまり意識しなかった側面を考察することができたと思います食べるということは体を作るもとである反面過不足や偏った食生活でバランスを欠くと体も反発をしてそれがいずれ病気という形になってしまうそんな性質を持っているのです食に関連して 注意ておきたい一つに便秘があります腸熱の問題からして、便秘は毒素を作り出すもとになるので、決して好まれる状態ではありません。ですが、お若い方などは、あまり気にしない方も多くいて、お話をさせていただいても、便通に関して、十分な理解に至らないこともしばしばです。便秘は、特に、女性に多く見られます。 その理由として女性には生理があるために腹部に熱がこもりやすいこと男性と比較して消食化が多く食物繊維や水分が少なくなっていることストレスの発散するところが少ないなどが挙げられますですから余計に女性には便通を良くすることに気持ちを注いでほしいのです便秘の解消法に有効な 粉ミルク美和食品を紹介しておきます。粉ミルクの作り方などは第2章健康食品による体質判定を参考一般的に腸熱の高い人度ドコ性体質の場合はこの粉ミルクがおいしく飲めます食事を一食抜いて飲むようにするとより効果的です瓶が下痢状になってもおいしく飲めるうちは 体が要求している証拠ですから、全く心配はいりません。むしろ祝便としてたまった余分なものをおろしていると考えてください。特に頑固な便秘の場合は粉ミルクを飲む前にビワ食品を小スプーンで1から2杯食べてみてください。ビワ食品は腸内の悪性菌の発生を抑え、 病気の元凶である縮便を取り除く作用に優れています。何度か粉ミルクを飲んで、便通が良くなった後も、時折食べていると、腸内の環境バランスを整えるのに役立ちます。また、人度構成性が強い人は、美和温熱法や勝石健康法、HN 温熱法などと合わせて実行するようにしてください。次に、 便秘にになななならない食事にも気をつけなければなりません。肉卵魚類の脂肪は体内では不必要な過酸化脂質に変化し蓄便となりやすいので極力控えてくださいその他塩分塩味噌醤油、スナック菓子などのどりすぎにも注意してくださいまた便秘症の人は水分量が不足気味の傾向にあります ビワ茶など十分に飲んで、腸熱を下げることに心がけましょう。便秘に有効な食品、ビワ茶、海藻類、ところてん、麦飯、椎茸等のきのこ類、小豆、大豆、その他豆類、豆腐、じゃがいも、さつまいも、オーネ用、緑黄色野菜、たけのこ、牛乳、野菜ジュースなど、注意、超熱の低い、超熱の低い減。 中とど抗性体質の便秘の場合は玄米食玄米ご飯人参、ごぼう玄泉ギムネマなどを実行すると便通がよくなるまたこれは根本的なことですが適度な運動は体の新陳代謝を良くし腸のぜん動運動を活発にします重症な病気でない限り歩いたり体操ストレッチ運動など毎日 少ししずつ軽い運動に心がけましょう健康を維持するためにも以上の注意事項をそれぞれ確認しながら便秘の解消に努めてみてください。